気晴らしですか。そうだな。俺とデートしてみる。言うと思いました。いいよ、付き合う。やっぱり。彼女は。ん？誰か来たのか？神山さんに会いたくなって来ちゃいました。そうか。俺も会いたいって思ってた。神山さん、嬉しいです。クラリス、あの、もしよかったらもう一つだけ付き合ってもらえませんか。今日という日の思い出に行きたいところがあるんです。いいよ、行こうか。はい、ありがとうございます。これは観覧車か。前に来た時は準備中で乗れなかったんだよな。今日どうしてもこれに乗ってみたかったんです。神山さんと一緒に。どうして？だって今日は特別な日ですから。さあ乗りましょう。
思ってたよりゆっくりなんですね。これより早いとさすがに怖い気がするよ。それにこれぐらいの方がゆっくり話せていい。そうですね。あの神山さん、どうした？そのお願いが、もっと近くに来てもらえませんか？近くに、これくらいかい？近すぎます、神山さん。ごめん。ドキドキしすぎて心臓に悪いです。これぐらいでいいかな。それで一体何を？実はこの間見た活動写真でとても素敵なシーンがあったんです。それを二人でやってみたいなって。もちろん脚本の参考になるかなって思ったからですよ。あの時できなかった特別なデートを、続きを体験させてください。クラリス、わかった。俺にできることなら何でもするよ。あーん、クラリス、これは何なんだ？そんなに動いたらダメですよ、神山さん。チョコスティックが折れちゃいます。端から二人で少しずつ食べるんです。顔を近づけながら。こうなったら一気に食べるまでだ。そしてよし、行くぞ。チョコスティックが喉に刺さるとは不覚だ。顔が一気に近くなってドキドキしました。鼓動が、頬が熱い。ごめんクラリス、ちょっと急ぎすぎたかな。そうですね。もう地獄に落ちてください。ねえキャプテン。ああ。神山さん、クラリスを。よし、
花組の決まりました。彼女しか考えられません。では誰を副隊長に決めたのか、あなたの決意を聞かせてちょうだい。俺が副隊長に決めたのは、クラリス、君が副隊長だ。え、私ですか？本当に？何言ってんだよクラリス。力の使い方を知ってるお前が適任さ。うん、間違いない。ハツホとは違う。あなたなら大丈夫よ。みんなそう信じてるわ。その通りです。頼りにしてるからねクラリス。まだ信じられません。なんだか夢のようで。俺はいい加減な気持ちで君を副隊長に選んだわけじゃない。俺には君が必要なんだ。副隊長として一緒に戦ってくれ。わかりました。私があなたを、花組を守ります。これで決定ですわね。副隊長、花組は、はい。Sakura, Unas. Ore wa. Thank you.
ようやく。エリサ、聞いてくれ。エリスさんたちを元に戻す方法はあるんでしょうか。方法はあると思ったが、今それを考えている余裕はない。まずはベルリンの無力化に専念する。相手を動けなくさせればそれでいい。エリスが前に出るまでもないわ。私が叩き潰してあげる。お前たち、さすがエリス、うまい位置取りね。こちらからの攻撃は届きそうにないわ。だったら前に引きずり出すだけだぜ。ああ、エリスさんは後だ。まずはマルガレーテさんたちを止めるぞ。分かっちゃいたけど、こいつら強すぎるぜ。敵だ、手強い相手だ。これが世界最強の力。絆の力は他の誰にだって負けはしない。ソラ、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 ソラ
でも本調子じゃなかったんだろ。自力で原案の呪縛を振りほどくの。エリスさんは本当に強い人ですね。彼女は俺たちに身をもって示してくれた。原案がどんなに強大でも必ず打ち破れるってこと。戦うわ。神山、ああ行く手を阻む敵は全て打ち倒す。ほら、よ、今行く。おいっせ、ほら、
将が暴れたいって言ってるぜ。ベルリン歌劇団の皆さん、大丈夫でしょうか。エリスさんたちの思いに応えるために立ち止まるわけにはいかない。先へ進む。どうした、サクラ？何か気がかり…行くぞ！ゲロンの言っていた言葉が少し気になった。同様だ。ほっ、取れよ。ほら、入って。それでも食らえ。行くぜ。逃がらないから諦めない。必ず帝都に平和を取り戻します。操り人形ゲアンは夜叉のことをそう言っていました。もしエリスさんたちと同じように仮面で操られているとしたら、夜叉の正体は…試験完了。ぶっ飛ばそうか。ほら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 、さすがだね。へっ、たとえ何が待ち受けていようと、私は決してくじけません。勢力満タン、いくぜ。聞いてくれ、みんな。これからの戦いはさらに激しいものになる。だが俺たちは負けるわけにはいかない。行くぞ。ここで全ての決着をつけるんだ。この部屋は、残りはあなたたちだけ。もう諦めなさい。望みが欲しい客。ここ
心。よし、みんな。これで終わりだ。おい、行くぞ。あなたはなんでゲアンに従っているんですか。当然でしょ。私をよみがえり永遠の命をくれたのです。違う。前のあなたは正義のために未来のために戦い続けた人。永遠の命を与えられたからと自分の心を曲げたりなんかしない。小娘夫人が分かったようなことを。何が。まだです。初穂ちゃん大勝利。もしかして。ここ。ゲント。提携。やれやれ、本当に泣き虫なんだから。日向さんの言葉。絶対に忘れません。この力で最後の戦い行くぞ。帝国狩り剣。大きいいですね。でもやります。あ、神谷同意。まず了解。みんなは。みんな。神山さん、私は大丈夫です。よかった。でも、しかし、ダメ。落ち。か。星七星の陣を行うためには、七つの星を作る必要がありますが、この地で電力を増強できる場所、特異。そこで。みんなの霊力を爆発させるのよ。七つの得意点、まずはそこを目指すということだ。スタートします。ヘイヘッと、そーれヘイ。そうだ、それ。この幸いにも4人は得意点のある地味よっ。話。はい。みんなの思いを。神山君、まずは周囲の敵を全て倒して得意点を探し出してちょうだい。得意点が見つかったら、その中心で霊力を注ぎ込むのよ。わかりました。行くぞ。トーマを殲滅するんだ。
了解。そこ行きました。そこ、それ、一網打尽です。はい、それ、このホップ、それ、一つ目の勝利は一
聖十郎、帝国歌劇団に来てよかったと思う。こんな時にどうしたんだ、アザミ。こんな時だから行きたい。花組の隊長になってよかった。それそこやっ、もちろんよかったよ、みんなと。アザミも花組フィニッシュ、ゲット行きます。よっしゃ、はい、よっ、そこ。帝国歌劇団は絶対に、ああ、その通りだ。人々の未来への道を守るため、俺たちは絶対に勝つ。殲滅率の行きます、行きます、入る、はい、よっしゃ、了解、よっ、ああ、よっと、いくらでも遅くはない。ひざまず許しを請うなら命、この力で我に戦いを挑んだ勇気を称え、世界統一歌劇団、魔の歌劇団の一員としてな。これでどう？せ、ちょ、さ、うん、さ、さ、よっしゃ、さ、さ、入る、せ、さ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 、地獄に終わってください。やあ、はい、そこ、どうだ、やあ、いじめか、それ、はい、そ、敵の殲滅、それ、いアザミにお任せ。成功や、得意点が解放されたで。ベルッタ、助けられた、ある、エリッタ、行きましたよ、やった、セットできる、やーはっ、ば、ここ、まあ神山、あんたと初めて会った頃、私たちすげえ弱かったな。剣ダメだった私たちが頑張れたのはあんたのおかげだと思う。それだけじゃ、帝都の人たちにすごく支えられてきたんだ。殴った、そんな、だから
守んなきゃ。そこ今行く。よっと。と。発砲らしいな。闇の子さん、兵士のみんなにもらう恩に応えるときだ。必ず勝利して平和を守り抜く。今行く。それはクラウン。殲滅率。いつまでもハム
せぬ。滅べ。ゴーマ王を決して復活させない。絶対に私の手で止めてみせる。アナスタシア、あまり熱くなるな。判断を誤るぞ。ありがとう、カメラマン。分かっているわ。あっちへ。霊力がみなぎってやるな。私行くわよ。よっしゃ、行きます。よっしゃ、よっしゃ、やった。叫んで、いつだってみんなが私を。帝国歌劇団、世界を守る光。強くて優しい、なくてはならぬもの。私もその光になりたい。お前たち、行くぞ。やっ、駆け抜ける。遅い。そこ行くわよ。行くわよ。君は光だ。帝劇に来て。闇を待つと、帝国歌劇団花組の仲間なんだから。その本どうぞ。いえ、そちらこそお先に。じゃあ二人で読もうか。はい。今日は月が綺麗だね。いっけー、限界突破始動。はい、行くぞ。あがきなどやめて、さっさとくたばるがいい。あがくさ、世界の平和を守るためならば、この命、燃え尽きても悔いはない。それが誇り、人だけが持つ強さだ。分かっているな、神山君。倒れることは許さないぞ。ありがとう、アーサー。誇りを胸に、俺たちは戦い抜く。よし、師匠。
逃げても無駄です。森、貴様らはなぜ。この力で我々がここまで戦ったのは、正義を貫き世界の平和をつかむためだ。神山聖十郎、お前にそれと、アリナ、ベルリン過激だ。許さんぞ貴様。みんな最後の力を振り絞れ。帝国過激団花組、行くぞ。了解。地獄によ。なぜ倒れぬ。貴様には分かるまい。俺たちを支える力の源が。空が終わったわね。やったな神山。聖十郎さん。辛いことがあっても今行くよ。ちょっと待っててくれ。神山さん、もうすぐ世界歌劇団公演が始まります。ああ、いよいよだな。平和の祭典、最大の目玉、その特別公演だ。こうしてまた世界中のみんなが集まって一緒に公演ができるなんて幸せです。ああ、俺もだ。それはそうと、みんなもう来てるのか？ええ、皆さんいらっしゃってますよ。きっとどこかでくつろいでいると思います。そうか、じゃあちょっと挨拶にでも行ってくるか。はい、それじゃあ私は先に舞台へ行ってますね。挨拶が終わったら舞台に来てください。ああ、わかった。神山さん、もう挨拶は終わりましたか？ああ、もう大丈夫だよ。そろそろ出発する時間だしね。そうですね。
でもまたこうして平和な歌劇団大戦が開催されるなんて思いませんでした。ああ、今日の世界歌劇団公演は新しい帝劇の復活宣言にもなる。クラリスのおかげさ。クラリスが守ったんだよ、帝国歌劇団を。君の創造の力でね。その力でいつまでも帝劇を守ってくれ。君なら必ずできるよ。神山さん、いい話じゃねえか。だけどよ、泣いてる場合じゃない。今日の開会式は私たちが主役。そうです、涙よりも笑顔でいきましょう。花組みんなで幸せの星となるために。はい、でもその前に神山さん、いつもみたいに号令をお願いします。わかったよ、行くぞみんな。帝国歌劇団花組、出撃せよ。了解。勝負みたいですね。出ましょう。神山さん、散々な温泉旅行だね。でも楽しいです、あなたと